ナノアレピ。カナノアレピン。はい、ということで今回は見えてた今ちょっと。じゃじゃーん。ドンキに行ってきました。ドンキ。はい、ドンキ行ってきました。で、ドンキにドンキでドンキのドンキでドンキでは。はい、見てください。ドンキで5,700円分、まあ約1万円ですね。5,000円、3桁目、4桁目を試写購入したら1万円になるので、まあ、1万円分購入したみたいな感じにしますね。めっちゃ嘘、ごめんなさい。とりあえずお買い物してきました。紹介していきたいと思います。ピース。まず1つ目、じゃじゃん、ルールルン。ノア前も買ったんだけど、開け方を間違えてしまって、なんかね、ノア このタイプじゃなくて、今まで10枚入りかな、7枚入り10枚入り7枚入りかな、なんかそのパチパチの方でやってたんだけども、こっちの方があれいいな、お得だしいいなと思って、だけど開け方をこの前間違えてしまったので、今回は正しく開けたいと思います。で、なんかこれ他の色もあるじゃん。でもなんかこれさ、肌白くなるみたいな感じだよね、白って確か。なんか多分なんか白だから白くなるだろうと思ってこの色買ったのかな。ちなみに今日のリップこれね。次、パックです。じゃじゃーん。これね、韓国のやつなんだけど大好きなの。これすごいいいの。何がいいか分かんないんだけど、すごいいいものを顔につけてるっていう気分になれるパックなんだけど、撮影の前日とかにのはこれやってるです。ただ単に歯磨きがなかったのでブラシを買ってきました。歯ブラシ。次、これ、なんかこれの中学生ぐらいから使ってるんだけど、そんな肌すぐ荒れるとかって人じゃないんだけど、荒れちゃう時あるじゃん。これ結構すぐ治るやつ、ノアのお肌にはこれがすごい合うの。こういう風になってるんだけど、こういうタイプじゃなくて歯磨き粉みたいなタイプもあって2種類あるんだけど、でもね、すっごいすぐお肌の調子よくしてくれるけど、ちょっとね、匂いがあまり好きじゃない。お肌ノアと同じお肌の人、これおすすめ。次、こちらです、 CNP。 これね、こういうスプレータイプになってて、これ買う前になんかこれすっごくおすすめって言われて、これとなんかをなんかのもう1セットでやるとおすすめって言われて、とりあえずこのスプレー買ってみたんだけど、もうこのやるだけでもう顔に栄養が行き渡るみたいなこと言われて、え、行き渡るってどういうことみたいな。野菜ジュースぶっかけてもさ、ならないけどこれはなるのって思って、前ね、一回ネットで買ってみたんだけど、すっごくいいの。お風呂上がりとか朝とかやってるんだけど、すっごくおすすめかも。これはなんかさ、なんか韓国のさ、こういう美容系ってやっぱすごいよね。次からは食べ物です。じゃ、まず1個目、ママの、これママのために買ってきたよ。ママ、じゃじゃーん。ママ駄菓子の中で1番か分かんないけど、多分上位に入ってるくらいこれが好きだと思うの。だから買ってきてあげたの、ノアちゃんが。次、じゃじゃーん。これは弟と妹に買ってきてあげました。アンパンマンチョコって、てかさ、いつ食べても美味しいよね。でもな、一番バイキンマンのこの色具合が好きかも。でもね、ノアのドンキのところはね、アンパンマンとバイキンマンとクリームパンナちゃんだっけ、なんかメロンパンナちゃんに似てる女の子いんじゃん、しかなかった。なんか見渡した時、なんか全然いない、アンパンマンのキャラクター、どうして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 ってなってる時に、やっぱね、このツートップはね、アンパンマンとバイキンマンしか買ったん。次、ただ単にこれが食べたかったから、ぶどうのミンティア。ミンティアの中でやっぱぶどう味が一番好き。なんかね、グミもラムネじゃない、忍者飯、忍者飯、あれグミか、もうミンティアもなぶどう味が一番好きなの。次、リプトンの抹茶ラテ、明日
日の朝飲みます。抹茶ってさ、もう永遠に美味しいものじゃん。だからさ、ちょっとさ、年中置いてほしいと思うけど、多分年中、感謝です。次、じゃじゃん、ザバスのココア風味。お友達とちょっと体鍛えようみたいになって、でこの前ミルクティー味飲んでからココア飲んだんだけど、ミルクティーも美味しいけどココアの方がなおは好きだった。プロテインの味がなんか強めっていうの、強めであんまり好みじゃないっていう人もいるのかなっていうなんか話も聞くんだけど、でもねこれね、ココアだよって言われても絶対わかんないってぐらいココアなの。これ筋トレしてこれを飲んでムキムキしますね。だからみんな待っててね。多分知ってる人もいると思うんですけど、辛い食べ物が大好きです。でこのシリーズめっちゃ大好きだけど、カルボナーラも好きだけど、一番辛いのがやっぱ一番なおは好きかな。でもなんか辛いのなかった、なんか普通の辛さとこれしかなかった。だからなおのね、このねフルダックの中でのランキングで言うと、一番辛いのが上で、2番目これで、3番目これので、っていうかその3個以外に他の味食べたことないんだけどね、正直言うと、正直言うとねだからその2番目にこれは好きということでこれを買いました。これ美味しいんだよ、知ってる？これいつ食べようかな。でも今食べたいけどちょっとさ、お湯とか準備するのめんどくさいんだよな。